はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、毎週水曜日お届けしておりますホットプリントの番組になります。アイデアを形にホットプリントです。はい、今日、まあ、先週は、砂川の方でお届けしたんですが、今週は私ソネと、はい、イヤラです。はい、2名でお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、正直なところ言うと、先週砂川さんが何の商品を紹介したのかがさっぱりわかりません。はい。で、そのこと言っていいんですか？いいんじゃないですか？はい。はい、で、今週は、メリさんの持ち込みでいいの？そうですね。まあ、集結したやつ。はい。じゃあ、過去にもう何度かやってるものになると思うんですが、重複になりますが、また新しいお客様の獲得というところでもう一度説明させていただきたいと思います。はい、じゃあドン。はい、はい、店舗を飾ろうポップいろいろ。はい、まあ商いをする際にお店ということで、そうですね、まあ、看板であったり、はい、まあポップ、まあそのままポップポスターとかですよね、はい、の、まあいろいろということで、そうですね、もうそういった方がまだ分かりやすいんですかね。おっと、バレンタインがですね、近づいてまいりましたので、そうですね、まあ、こういうふうに飾るといいかなっていう。これはうちの店頭ですね。はい、店頭ですね。はい、まあ今見た感じだと、ざっとまあガラス面のメッシュターポリンと、うん、のれん、うん、ソルベントバナ、ね、じゃあ次に行きますね。おはい、ああこれ何がどういう商品があるのか、うん、これ見せてくれないとわからないじゃないですか。そうですね、打ち合わせしてないからね。はい、ちょっと。はい、じゃあ上の方を見ると、まあ、店舗のビフォーですねになってるんですけど、下の方はまあ、こんなこういうふうに、まあ、イメージでみたいな感じですかね、まあ、店だと思われたら困るんですけれども、はい、でポスターも作れるということで、壁の方に。そうですね、今これ矢印出るのかな。はい、出てるね。あ、見えるかな。ですね、このガラス面に貼られているものが、はい、これ何ですか。メッシュのターポリン、メッシュターポリンですね。はい、メッシュターポリン書かれている通りなんですよね。そうですね。はい。と、まあ、この柱にかかっているのがポスターで、はい、テーブルですかね。テーブルの方にはソルベントバナー、はい、まあ、のれんみたいな、そうですね、のぼりみたいなものですよね。はい、これと、まあ、ガラス面もう一つパネルポスターと、はい、まあ、右端の方に A 型看板ということで、はい、まあ、うちの代表的な商品の数々ですね。そうですね、まあ、いっぺんに紹介したら今後どうしようっていうのもあるんですけど大丈夫ですか、ね、じゃあ短めじゃないですね。まあ、まずこういう商品扱ってるということで、そうですね、まあ初めて見る方もいらっしゃるはずなので、はい、ご説明お願いしましょうね。次行っても大丈夫ですか？行ってもいいんですけど、まあ、細かく言いますね、ソルベントバナーは何かっていうのが分からないお客様がいるかと思うので、あ、ちょっとこういった、生地みたいな感じなんですけれども、言います？まあ、布地に印刷したような形ですかね。はい、そうですね、うん、プラスチック製なのかな。まあ、一番イメージしやすいものでいうと、まあ、店舗ののれんであったりとか、先ほども話した通り、のぼり等々、材質はほぼ近いですよね。ですけど、そうですね、うんうん、ただ、まあ、全く同じっていうわけではないですね。そう、全くつけないですね。あ、裏面透けないんだ。はい、うーん、こんな感じですね。で、軽くて持ちやすいので、うん、ですね、まあ、それをこうテーブルに、テーブルであったりとか置いたりします。はい、使います。これがソルベントバナーですね。はい、じゃあお次は何やりました。見やすいので言うとパネルいきましょうか。パネルですね。はい、こちらの方はまあポスターをする印刷をしまして、ラミネートをしまして、でこういったパネルに貼っています。はい、
ちなみに、まあ、このパネルなんですけれども、後ろがですね、これはプラダンかな、発泡か、発泡スチロールに貼ってる形になるので、これ自体はかなり軽いです、はい、で、まあ、うちの場合だと、まあ、この発泡か、アルミ複合板、うん、もっと硬いものですね。か、あとはさっき話、あ、あります、プラダン、はい、あ、こちら、はい、見えるか、もともとはこう白なものですね、こちらがアルミ複合板というものになるんですけれども、まあ普通のプラスチックの板に見えますが、実を言うとですね、これプラスチックの板の、まあ、両面に、アルミ製の薄い板ですね、で、プラスチックを挟んでるような形になるので、より、剛性が強くなってますので、まあ、これの上に塩ビシールを貼って、でその上から、コールドラミをかけて、で耐久性をアップさせたものになります。で、まあ、発泡よりかは、まあ重いんですけれども頑丈なので、ずっと設置する場合だとこちらの方がいいですね。で、まあ、取り外し、まあ、持ち運びするのであれば、こちらの発泡の方が持ち運びもしやすいっていう利便性があります、うん、まあ、店内でしたらこちらの方が軽い方がいいので、そうですね、うん、屋外だと、ね、こちら、そうですね、県内どうしてもあの台風とかが多いので発泡だとすぐ飛ばされてしまうで、まあ、こちらだと、まあ、その壁だったりとかっていうのに、まあ、ビス打ちだったりとかすればある程度、持ちますので、まあ、屋外用室内用みたいな感じですかね、そうですね、はい、という形ですね。でこれでパネル、これがパネルポスターの説明、そうですね、で、まあ、絵型看板の材料もこっち、こういう感じのアルミ複合板ですね、うん、ですね、あ、ポスターから先行けばよかったね、その方が説明しやすかったねそうですかまあポスターはないですね、まあ、ポスターは、通常データを持ち込む、もしくはこちらで作ったものを、まあ、裏面がシールになっているタイプであったりとか、あとは、まあ、シールになっているタイプだったら塩ビなので、これと同じか、こちらと一緒になりますね。で、普通の紙のポスターであれば、まあ、それもこちらで出力可能ですので、まあ、光沢あるタイプもあるし、うん、ないタイプもあるし、そうですね、それはもうちょっと用途、まあ、そのデザイン次第で、変えることができると思いますので、こちらはご相談いただければ、こちらで、よりいいものをご提案したいと思います、ってな感じです。そうですね、ポスターも1枚からもできますので、ああですね、サイズもA0 とか A1 とか様々なございますので、ぜひですね、ご相談しながら、はい、はい、いただければと思います、はい、という形ですね、はい、で、まあ、今ざっくりなんですけれども、 A 型看板以外は説明できましたかそうです A 型看板はちょっとこれ物がちょっとごめんなさい、持ってきてないので何とも言えないんですけれども、まあ、お店の入り口とかですね、駐車場とかによくありますかね、はい、そうですね、三角の、なんていうの、置き型っていうの、これ なんていうんですかね、自立看板になるあ、自立看板、そうですね、ですよね、はい、自立看板ですねで、まあ、両面、両面に、まあ、同じデザインもしくは別のデザインのものを、まあ、出力して、それをパネル貼りして、看板にするという形になるんですが、これも結構、まあ、場所的に入り組んでるところだったりとかっていうところには、やっぱりちょっと前の方に、出て露出が高くなるので、これも、まあ、入り組んでなくても、まあ、分かりづらいところにはかなりおすすめなんですけど、そうですね、分かりにくくなくてもおすすめではあるんですけど、歩いてる時にね、あのこうパッと見れるんですね、うん、見つくんですね、うん、普通の看板よりなんか、はい、そうですね、うん、まあ、より、近い位置に、うん、そうですね、うん、あの出し切れるので、こちらも、まあ、おすすめ
できる商品じゃないかなと思いますので、まあ、今説明したもののほとんどが、うちの商品の中で、まあ、耐久年数ですねが3年から5年という形になってますので、まあ、耐久性も何ら問題ないと思いますので、ぜひぜひ、まあまあ、テストケースでも結構ですので、まあ、1枚からでもできるということで、先ほど矢田さんの方からもありましたので、ご相談いただければなと思います。はい、ってか感じで次行って大丈夫？あ、いいですよ。大丈夫ですか？これうちの外ですね。うちの外、何ができるかと言いましてですね、はい、こういった垂れ幕のご紹介でございます。おお、うちのまあ代表商品もう一つ忘れてました。そうですね、はい、そうですね、まあ、今こちらに出てるのは懸垂幕ですかね。そうですね、テント生地、はい、あ、違うよね、テント生地だね。テント生地の、懸垂幕、まあ、今上と下の赤い方ですね。あ、そうですね、矢印してください。こちらですね、はい、はい、まあ、こちらなんですけれども、まあ、これもかなり、まあ、用途それぞれで、はい、まあ、大きさも まちまちって言い方あれなんですけど、うん、まあ、これ、まあ、壁今は、上と下で、引っ張ってるような状態なんですが、まあ、ビル等の建物ですねの、側面にも、使うこともできますし、あとは、うん、最近で言ったら私非常階段につけましたね、これ。あ、そうなんですか。非常階段の、3階部分から1階部分にかけてで、同じような形で上と下を固定するような感じでつけたので、見えにくい場所だ、その場合は見えやすい場所に非常階段があったのであれなんですけど、見えにくい場所でもまあ目隠しだったりとかにも使えますよね。はい、見にくいってどういうの？いや、あの非常階段が裏面にあるとかですね、はい、そういうのでも目隠しにも使えるので、はい、結構いいかなって自分実は思ってるんですね、うんうん、それでちょっとクライアントさんにも説明今度からしてみます、うん、ただ、まあ、風が強いところはですね、ちょっとのロープでこう縛ったりとか気をつけないと。ちょっとですね、そうですね、あのたるみがあるとどうしても風の影響を受けて、傷つきやすく、まあ、破れやすくなってしまうので、なるべくしっかり、張った状態で、設置の方ですね しておかないと、あとあとまた、すぐ破けてしまうので、そこら辺ぐらいですかね、注意事項というのは。でもそれに対してもまたうちメッシュターポリンもありますよね。そうですね、このサンドマンバレンタインデーのピンクの方ですね、まあ、実はこれもあの垂れ幕に使えるんですけれども、まあ、メッシュタイプで、もう説明に入っていいんですかね、このメッシュ、実はですね、あるんだ、これですね、まあ、あの今デザインが変わっちゃったんですけれども、この、まあ、こちらの方ですね、メガネのあるところがメッシュタイプになってまして、外からお昼でと、まあ、あのこう中が見えないようになってるんですけれども、店内から見るとですね、このように外が見れる。おお、見えますね、うん、明るいところに向けてだと見えるっていう感じですよね。で、不思議ですよね。まあまあ、まあ、不思議ですね、うん、ちょっとちっちゃい穴がちょっと入っあの開いてまして、なので風が通りやすいので、うん、ちょっと風に強いと言われてますね。これちょっと寄った写真とかってないかな。うん、残念。あ、でもこれでもちょっとは分かるんじゃないです、うん、この、まあ、今下の部分ですね、こちら、まあ、細かくではあるんですけれども、ちっちゃいポツポツっと穴が開いてるように見えると思うんですけどまあ、メッシュにそのまま印刷してあるので、そこから、まあ、外だったりとかが見えるし、まあ、逆に風が強いところでもここから風が抜けていくので、破れにくいということになってますってな感じ。そうですね、うん、もうそろそろで、他あ、おお、まあ正直今日ノープランだったんで、かなり説明がバタついてるんですけど、どうしましょうか
とりあえず今日はこれで今日はこのぐらいまとめた時にもう一回、次反省点を踏まえながら次行きましょうか。はい、はい、じゃあそれで行きましょう。はい、じゃあまあとりあえず今日の何これ商品紹介は、以上になります。いつもながら、最後にお問い合わせ先と住所ですねをお伝えしたいと思います。電話番号の方ですね、098-860-0009 番で、フリーダイヤルの方が 0120-454-433、 音声案内に従い短縮番号の1000を入力してください。でファックス番号の方ですね、 098-860-0002 番で、住所なんですが、那覇市メカル 1-11-6 DN ビル1階ですね。まあ、今右側の方に地図が出てるんですが、口頭で説明しますと、環状2号線と、パイプラインがぶつかる交差点があります。こちらを、那覇のメインプレイスさん、三栄メインプレイスさん向けに行っていただくと、左手通り沿いに味自慢さんという居酒屋さんと祭りかさんという居酒屋さんがありますので、その間の、青と白の7階建てのビルの1階部分となっておりますので、ぜひぜひ、ご来店お待ちしております。ってな感じで、はい、よくできましたね。はい、はい、かなり最初滑舌が悪かったんですけど最後はどうにか持ち越しましたね。はい、じゃあ、まあ、まあ年明けてすぐなので、今ちょっとホットプリント自体も受注が少なくてちょっと困ってる状況なので、ぜひこれをご覧になられた方、何かこういうのを作りたいっていうことがあれば、今ご紹介した商品以外でも、いろんな商品、まあ、お客様のご要望に添えるような提案も差し上げきれると思いますので、ぜひぜひ、ご来店お待ちしております。ということで今日の、放送は以上になります。さようなら。はい、さようなら。